もうちょっとまだまだ暗くないですか。うん、そうですよね、なるほどねともコメントありますけれども、賢さが1上がりましたと一緒に学んでいきましょう。ステータス上がりましたね。いや、私も上がりたいなと思うんですけれどもね、1上がりましたとかメーターで見られれば本当に苦労しないんですけれどもね、うん、で最高とかまずまずとかねあったらいいんですけど、わかるんですけれども、誰かジャッジしてくれないですかねジャッジくんいないですかねね、ジャッジしないですかね、うん、明日誰かに話そうかなと。お、ぜひぜひ、あの今が一番早いんですよっていう話題から入ると、あ、そうなんですかってなって会話が盛り上がるかもしれませんからね。お天気って何がいいのかと言いますと、もう誰しもが会話できる内容ですからね、共通の話題でいいですよね。私もあの口下手ではあるので、お天気の会話で入ることもね結構あるんですけれども、詳しくなってくれば詳しくなっていくほど、こう雑談力が上がりますよね、お天気の内容で、うん、まあ、皆さんもぜひ会話の切り口として使ってみるのもいいかもしれません。明日仕事の時に使ってみますと、ぜひ自慢してください。明日ぜひちょっと会社で自慢してみてください、うん、ちなみに日の入り時刻については星空チャンネルからもご覧いただけます。